はい、泉谷さんの山吹黄金ですね。アケ2歳、メスで27センチです。お願いします。はい、泉谷さんの山吹黄金です。山吹黄金の最高峰の生産者、新潟の泉谷さんの山吹黄金です。まあ、ちっちゃい黄金なんですけども、ちょっとこの黄金を今回出品したのは理由がありまして、ちょっと前まで錦鯉市場の方で3匹セットって言って山吹黄金出してたんですけど、で春先に仕入れた鯉で大体13センチから15センチぐらいの鯉だったんですけども、この鯉もその中に入ってた鯉なんですけども、なんとこの鯉だけ1匹非常にでかくなりました。まあどうでしょう、3ヶ月ぐらいで3、4ヶ月ぐらいで10センチぐらい伸びて、まあ、餌もそんなにたくさんやったわけじゃないんですけど、で数も結構そこそこ入ってるけど、同じ量の餌で同じようにやってたんですけど、まあ、こいつだけズバ抜けて、まあ、飛び抜けてでかくなりましたね。なんか生まれつき持ってるのか何かよくわかりませんが、まあ、簡単に言うと飛びなんですけども、他の鯉の倍になってますね、1匹だと。不思議な鯉ですという思い入れがありまして今回出品しました。まあ、山吹黄金としての、まあ、クオリティなんですけども、ちょっと寄ります。まあ、頭の光はまあまあです。まあ、白く抜けてるわけでもなく、しっかりとした黄色です。そして体高はもう船のような体高ですね。もうすごい体高。両サイド、すごい体高あります。で、メス鯉です。まあ、ヒレなどは綺麗です。非常に顔のでかい。一匹です。だから他の鯉が一粒餌を食べる間に、この鯉は十粒ずつぐらい食べてたのでしょうか。一匹だけどん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 大きくなってきました。突然変異だと思います。なので伸びる素質を持っている鯉なので、大きくしてあげたいと思います。ぜひ大きいところ入れていただいて飼っていただきたいですね。大きい鯉と一緒に入れても、この鯉ならですね、負けずに餌を食べてくれますので、周りが60センチの鯉ばっかりいるところにこれ1匹入れてもさほど問題ないと思います。大粒でもガブガブいってくれると思います。口大きいですもんね。いや、異常です。なかなかそんな3ヶ月ぐらい10センチぐらい伸びんですからね。顔と口がずっともぐもぐしてますので、はい、おそらく伸びると思いますよ。はい、そんな大きくなる素質を持った山吹黄金ということです。まあ、稚魚とかなら結構第1戦第2戦ぐらい共食いしたりして大きくなって、何匹か3倍4倍ぐらいの大きさになっているやつもいますけど、13センチ15センチぐらいの鯉で共食いもしないのにこれだけずば抜けて大きくなったっていうのはちょっと珍しいと思うので、まあ、今回こんな小さい鯉ですけど一匹出品したというのがきっかけです。ぜひともよろしくお願いします。はい、泉谷さんの山吹黄金、明け2歳、メスで27センチです。ぜひよろしくお願いします。